ミッキー・テトルトンは、アメリカメジャーリーグで活躍した、野球選手。主に保守だが、後に一塁手、外野手、指名打者としても起用された。宇藤良ダ。アメリカ合衆国オクラホマ州オクラホマシティ出身。オークランドアスレチックスに入団し、1984年6月30日に、初出場するが、アスレチックス時代は、マイク・ヒースや、 テリー・スタインバックらがオリセイ保守とはなれず、1988年にボルチモア・オリオールズに移籍してチャンスをつかんだ。打率こそ低いが持ち前の長打力でレギュラーに定着し、1989年には26本塁打を放ち、シルバースラッガー賞を獲得。オールスターにも出場した。1990年には自己アーストの163審を喫し、打率。 223、15本塁打に終わり、この年のオフにデトロイトタイガースに移籍。タイガース移籍初年度の1991年に31本塁打、89打点で2度目のシルバースラッカー賞獲得とオールスター出場を果たす。1992年も打率。238も32本塁打、83打点。そして、リーグトップの122支給。 137三振を記録。この当時のタイガースは長距離打者が揃っていたが、いずれも阪神タイガースに在籍歴を持つセシルフィルダー、ロブディアーと共に30本1 3十三振取りようとなった。オフにフィルダー、トラビス・フライマンと共に日米野球で来日。チーム打率は256ハーリーグ14球団中11位。 三振戦五十五はワースト一位、本類打182と得点746は一位というチームであった。1993年にも32本類打、110打点、そして打率245、109死球と活躍。これ以降は一類や外野での起用が増えた。1995年、テキサスレンジャーズに移籍。レンジャーズには、 FA 移籍したにもかかわらず、その後もタイガースファンには人気があり、タイガースタジアムでテトルトンが打席に立つと、タイガースファンから歓声が上がった。イバン・ロドリゲスがいたこともあり、これ以後は、保守としての起用はほとんどなくなったが、1995年には32本類が78打点。1996年にも24本類が83打点と活躍。 しかし、1997年には故障のため17試合の出場に終わり、この年限りで現役を引退した。通算1307三振はメジャー史上第96位。選んだ支給も多く、シーズン100死以上が5回。他に90代も2シーズンあった。1992年の122支給はリーグ最多であった。そのため、 打率の割に出塁率は高く、1992年には打率238に対して出塁率は379もあった。通算でも打率241に対して出塁率は369であった。打席でまっすぐ立ってバットを腰のあたりで水平に構える非常に独特のフォームが特徴的で投手が モーションに入ってから、わずかにかがんで、バットを構えた。プレイ中も常に口いっぱいに紙タバコを噛み、ズボンのポケットにはお守り代わりに、猿の尻尾を入れていた。h t t p h o m e n l a i t s c o m n e t k b t t b a l l p a r k m l b r t i g e r 9 6 j h t m l ありがとうございます。